どうもねねです。メビウスファイナルファンタジー探索ファーストですね、続きを遊んでいきたいと思います。前2回ですね、115、114ですね、そちらですね音声がまた抜けておりました。なんかマイクの認識がですね勝手に外れててですね、そのまま録音してた感じになってます。すいませんでした。今回はこちらをロックを解除して聖狼の習得、こちらに進みたいと思います。マイティーゴーレムの気配を感じる、危険度4、こちらに進みます。そうですね、こちらの方でお願いします。いよいよ探索ファーストも最後ですかね、こちらで。よし、そうだ。風の牙。チューレイムソード。よし。トレントか。相性悪いな、すごく。とりあえずケアルしておきます。防御には困らないけど攻撃にすごい困るな、これ。はっ、いい気になるわ。遅い、やっ、よし、これでいい。これの波動ジフレームソード、とりあえずケアル。耐性つけてプチフレームソード、もういっちゃい、もういっちゃいってなんだよ。プチフレームソード、ポイの波動。これやりづらいな。助かります、ケアルしときます。よし、 OK、 風属性統一。遅い、
耐性上げておきます。よし、真ん中に攻撃じゃないんだけどな、波動で一気に倒します。またトレントだ、やりにくづらい。トレントは勘弁していただきたいな。アローレイン、フレームソード、体勢つけておきます。の波動ジフレームソード、どうにか削り切りました。ボス出現、でもマイティーゴーレムですよね。いつも以上に強いのかな。ストーン、ここだ。はい、とりあえずケア、風の牙、いやタフだなこれ。全然減らない。遅い、痛い痛い。いや、遅い、やばい、死ぬ。そこだ、ブレイクさせて、風の牙ケアルしときます。邪魔だ、痛いですね。とりあえず火使って水と風に偏らせます。いやー痛い、結構厳しいですね。一発の時、ケアル使っときます。
ジフレームソードでとりあえず攻撃しておきましょうか。いけそうですけど、結構これ危ないですね。はっ、行くぞ。そこか。ちっちゃい。行くぞ。いや。とりあえずエレメント4つ使って回復しときます。これが、でも使わない方が良かったかな。やばい。振られた。復活します。それを受けるんだから。今返す。もうちょっとだったんだけどな。ちょっと回復周りのところで失敗した感じがありますね。モグルミエコー。お疲れ様。これにてこの地の冒険はおしまい。振り返ってのご感想は？悪くなかったな。最後まで来れてよかった。ご褒美そんなに気に入った？そうじゃない。ここまで来た何かつかめた気がする。パラミティアに来てから意味わからないことが多くてイラついていた。でもその時は意味不明でも前に進んでいれば後で意味が分かったり意味ができたりする。意味わからないって立ち止まるより進んだ方がまだマシだ。前向きだね。じゃあ次行こっか。まだ奥に何かあるの？この遺跡は終点。ここじゃないどこか行こうよって話。それともこの地にとどまる？もう何も起こらない静かな世界で君と私の二人で暮らすの。いやいい。即答ね。当然だろ。誰もいない土地でお前と二人きりなんて最悪だからな。何よ、そこは喜ぶところじゃないの？沈黙の遺跡をクリアしました。探索リージョンクリア。探索リージョン沈黙の遺跡をクリアしました。さらなる高みを目指すには難易度が上がったハードモードにチャレンジしましょう。実績を達成しました。探索1クリア。はい、探索1コンプリート。というわけで、プレゼントが届いてますね。実績解除のプレゼントが届きました。クリスタルと召喚チケット1枚、ありがとうございます。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。